一端を、動力車もう一端を制御車とした、編成両端を、動力車とした、純動力集中方式の編成プッシュプル列車は、鉄道の動力集中方式の列車において、機関車と制御車を廃し、機関車を付け替えることなく、前後走方向に、同じ速度での走行を可能とした列車である。これにより、機関車交換や、着回しを解消し、 折り返しの時間を短縮する利点がある。ドイツ語圏ではこの形態を弁列区と呼ぶ。編成の一端を無動力の制御者としたもの両端を制御者として、機関車、または動力者を中間に挟んだもの両端を機関車、または動力者としたものがある。制御者を先頭に運転する際は、機関車、動力者を遠隔制御して推進する形となる。 純動力集中式の列車では、両端を動力車とする方式が TGV、アイス1アセラエクスプレスで、片側に制御車を有する方式がアイス2 SJ2000 で、それぞれ採用例がある。大井川鉄道井川線では、1991年のアップ都市区間開業時より全列車が機関車と制御客車によるプッシュプル運転を行っている。日本では、 観光列車で比較的広く見られ、佐賀の観光鉄道佐賀の観光線 JR 北海道ののロッコ号、JR 西日本の奥出雲もお号がこの方式を採用している。また、和田岬線では1991年まで運行されていた客車列車でプッシュプル運転によるピストン輸送が行われていた。両端に動力車を蘇生するプッシュプル列車の例として、 石北本線の貨物列車が上がることもある。だが、この事例において2両の機関車は、本向きと後補機の関係であり、機関士もそれぞれの機関車に一人ずつ乗務しており、遠隔操作や総括制御を用いることなく、双方の機関士がそれぞれの機関車を操縦している。このため、本来の意味のプッシュプル方式には当たらない。同線でこのような運転方法が取られている理由は、 急勾配と急曲線が連続する北見峠と縄文峠で10連運転に比べ空転に対処しやすく、さらに遠軽駅で列車の進行方向が逆になる際の着回しが省略できることによる。また、群馬県内の新越本線で定期的に運転されている客車の旅を楽しむ列車も折り返し駅の横側に転車台と着回し線がないため同様の運転方法をとっている。 アメリカ合衆国アメリカ合衆国では、通勤鉄道の NJ トランジット、バージニア急行鉄道、メトラ、ニューメキシコレールランナーエキスプレス、カルトレイン、メトロリンク、コースター等の複数の鉄道会社で、機関車、制御客車によるプッシュプル列車が運行されている。これは1950年代以末に、シカゴのウスウェスタン鉄道で、 通勤列車の合理化の一環として導入されたもので、当初は脱線を心配する向きもあったものの、結果的には起用に終わり、各地の通勤鉄道に広まったものである。また、アムトラックでは高速列車のアセライクスプレス、および都市間列車のパシフィックサーフライナー、アムトラックカスケーズ、キーストーンサービス等で採用している。特に、キーストーンサービスでは110マイルパワーという、 高速で運転されている。イギリスイギリスでは、グレートウェスタン鉄道で1904年から1964年まで運転されていたオートコーチが両端の制御客車で蒸気機関車を挟む形をとっていた。運転台に運転し、機関車に機関助手が乗り、運転台から 客室床下,下を通って機関車までつながる長いロッドと連結部の屈曲に対応したリンク機構で機関車の加減弁を操作する機械的な遠隔操作方法が取られていた。乗務員同士の連絡には伝令による合図を用いていた。現代では高速列車のインターシティ125で両端に客室のないディーゼル機関車を置いた方式を採用している。また、 インターシティ225では、それぞれの橋に、電気機関車と無動力の制御に持つ車を配している。オーストリア・オーストリアでは、都市近郊列車や地域輸送列車のほか、都市間列車のレールジェットで採用されている。カナダ・カナダでは、アメリカ合衆国と同様に通勤鉄道での採用例があり、トロントのゴートランジット、モントリオールのモントリオール大都市圏交通局、 バンクーバーのウエストコーストエクスプレスで見られる。スウェーデンスウェーデンでは、高速列車の SJ2000 で、それぞれの端に、電気機関車と無動力の制御に持つ車を排した X2 を使用している。スペインスペインでは、高速鉄道のアベニューで、プッシュプル列車が使用されている。スロバキア国鉄系旅客列車運行事業者の、鉄道企業大スロバキアが2011年、 チェコシュコダトランスポーテーション製の381、蛍光直流電気機関車と381系、または263型交流電気機関車による、プッシュプル運転用2階建て客車の同社製951、軽電車を導入し、ブラチスラバ中央駅を中心とした、近郊列車で運用中。ドイツドイツでは、地域列車、S バーン、都市間列車で主に見られる。 また、高速鉄道のアイスでは、アイス1とアイス2で、プッシュプル方式が採用されたが、それ以外の旅客列車では、動力分散方式が採用されている。台湾中華民国では、台湾鉄路管理局が自強号の車両として、e、E1000 型電車を運行している。両端が、客室のない動力車による、プッシュプル方式であることから、自強号で使用される。 他の形式と区別する際に、英語の短縮型を接頭語にした PP 字強豪、またはその意訳で水平射下、式字強豪と呼ばれることが多い。中国中華人民共和国では、2000年代に DJJ1 と DJJ2 が開発されたものの、数編成の試験的な導入に止まった。その後、中国鉄路高速では、動力分散方式の列車が使用されていたが、 復興号で2017年から CR200J が導入されている。フランスフランスでは TGV が開業以来一貫してプッシュプル列車を使用しており、隣接国への直通列車であるユーロスターやタリスも同様である。ありがとうございます。